おはよう。ファーミタ、ファーミタ。おはようございます。おはおはよう。おはようございます。昨日と一昨日はオンラインお話会ありがとうございました。もうこれで昨日と一昨日で29枚目のなんかそういうイベントは終わりましたね。そうですね、やばいよな、もうすごい早かった。でもまあ10月9日にまた30枚目が発売されるのが決まってるので、結構すぐにあれですかね、始まるかな、またイベント系が。もうね、何を次言おうか考えますね、闇は。やっぱ早く考えていかないと、意外に時間かかるんですよ、いいの見つけるまでに。例えばメイドって決めてからも、なんかメイドでもさ、服がいっぱいあったりするからさ、結構時間を必要としますね、決まってからも。はい、スキルとあっという間だったね、ほんまにな、あっという間でした、すごいあっという間。ね、おはようございます。仕事行ってきます、頑張ってください。何も学校行ってきますね、今日から頑張ります。怪我大丈夫って、ありがとうございます、ほんまにごめんなさい。今日のね、公演楽しみにしてくださってた方がいっぱいおんのに、なので早く直して、10日の公演は出ることになってるので10日までに直しますね。はい、あと10日間ぐらいですね。はい、おはよう、みたん、おはようございます。おはみたん、改めて2日間楽しいお話ありがとう。こちらこそ遊びに来てくれてありがとう。今回意外にね、初めましての方がめっちゃおったんですよ。なのでよかったら皆さんも来てください。初めての方でもぜひ待ってますよ。そうですね、オンラインお話し会のアミタの服で、んオンラインお話し会のメンバーの服のアミタの一番誰やった。なるほどね、服装、みんな可愛かったよな。でも昨日は9期みんな可愛かったけど、みそらちゃんの気圧感がめっちゃ可愛かったですね。そうですね、おはよう。チア可愛がって嬉しいですね。チアガールしました。そう、さくらさんとたまたまね、色違いみたいな感じやったので写真を撮らせてもらいました。あみたん、どこ怪我したのって、一応左手の指なんですけど、皆さんが思ってる10倍ぐらいひどい怪我ですね。結構これは見た目じゃ分からへんねん。こうなんていうん、外に巻いてるものなんていうんかな、ちょっと難しい。あ、ガーゼとかを取った方が分かりやすいですね。結構傷は取らんかったら全然ね、月指とかにも見える。そうですね、はい、そうなんですよ。結構痛め。あ、そうですね、カジュバも大戦ありがとうございました、楽しかった。結構ね、まあまあ大戦しましたよ。結構ね、まあまあ、そう、おはよう、ルームスコーシーありがとうね。そうですね、写真を3つかな、3項目、そのギャルの時とチアガールの時と
トラコの時のやつをあげたので、よかったら見てください。はい、見てね。あとね、ちょっとね、ほんまにできれば今日中にアイダーランドの返事を返したいって思ってるので、ちょっとね、はい、首を長くしても出てください。ほんとにお話し会だみたいな頑張ってるだけで元気満点でありがとうございます。うん、ありがとう。そうですね、ほんとに。オンラインはなかなか慣れないなって。そうやな、オンラインって結構むずいですよね。はい、わかりますわかりますよ。あれやな、オンラインは回線とかでなんか通話状況が結構変わってくるから、回線居場所見つけるの大変ですね皆さん。確かにね。おはよう。海だも星して星なんやろ、気圧感とか分からへん。でもさっきみそらちゃんの話だからな、それかな。そうやな海だに応援してもらったので、今週も頑張ります。頑張ってくださいね。そうねマイクがね、そうちょっとね、左手なので、まあ持てないので痛くてね。そう、10倍ひどいってそんな笑顔で言われてるって確かに怖いな。そうだね。いやでも結構いやでも皆さんが思ってるよりは10倍ぐらいひどいかな。うん、ママとかに言うやん、こう、あ、ちょっとやめとくかも、これじゃな、結構ね、はいはい、苦手な方もいると思うので、他の子も同じ気がしますよね、ほんまにな。大丈夫やと思う、それはそうですね、よく見たらね、写真のこうピースとかしてる時の親指が隠されてると思うんですよ、左手ね。そうだから気づいてくださってる方もいましたね。大雨の返信でなんかどこ怪我しちゃっても出てない時に指かなみたいな感じ。前も金曜日に左手の親指切れて、もう運命感じてる。やばい、それは運命。しかも前も金曜日やったんじゃない多分。え、金曜日じゃない、え、ちゃうちゃうちゃう、木曜日かな、金曜日かな、ちょっと分からへん、曜日をちょっと忘れちゃいました。今が何曜日か分からへん50歩会えなかった、また次頑張ります。また次やりましょうねやめて、痛そうやった、痛そうやな、やっぱですね。身長150センチ超えましたが、ミヒより高いやつ。150超えたはずなのに、ミソラちゃんとミヒナさんに勝てないんですよね。これはどういうことですかねジンクス。手はジンジン痛くなっていけないってなってますね。痛いです、めっちゃ。ファジューパーでアミちゃんと対戦したことない。え、嘘やん、当たったことないの。じゃあやりましょう、また。え、アミちゃんと対戦できたと思ったら通信が欠職。え、アミの方ではね、いましたよ大事にしてね、今日のナンバーで会いたかったけど、ほんとにごめんなさい。早く直しましょうね、おはようねえ。あ、なるほどね、 Bluetooth イヤホンやったワイの場合がみたいに動画があった。だからでもね、ほんまにね、皆さんせっかくなんか外とか来てくださってる方もいっぱいおったんですけど、なんかね、通信が悪くなっちゃってね、移動してきてくださった方とかいました。めっちゃありがとうございます。次回は今回撮れなかったリアルも行く、待ってます。ありがとう。10日のナンバラ楽しみにしてる、怪我治るといい。そうですね、本当にね。はい、指は動くの、動きます、ちゃんと。
動くんやけど、こうギュッとか曲げたら痛いから、そう今回はちょっとね、すいません。え、昔ドアに指挟めて指先がなくなった時は治療に1ヶ月かかった。やばいよそれは、痛すぎや、やばい。ナミは指は取れてないので安心してくださいね。くっついてはいる、くっつけたから大丈夫ですよ。えー、やば、怖、やばいなね。そんな前から着替えてたんや、ショールームでも気づかなかった。そう、1日はとりあえず様子を見て、それで次の日にマネージャーさんと話し合って、あーちょっと今回見置いときましょうって言われちゃったので、そう自分は出れないって見て勝手に足の怪我って思ってしまったって。そうやねんな、実は指でした。で指って思うやん、そうなの、指って思うねんけど、あの見たらほんまにちょっと、はい、あの、はい、やばいと思います。でもね、あのキウキにはめっちゃ傷跡を見せてほしいってめっちゃ言われて、見せたらみんなびっくりしてましたね。なってたそう、でもね、だんだんちょっとずつ、まあ、はい、治ってきてるんかな、多分。そうやねん、みそらちゃんに身長追いついてきてるねんけど、抜くことができないんですよね、なかなか。そう、さすが痛みに強いみたいな、配信から怪我してるとは思えないよみたいな。いやそれな、やばいんよ本当に。だからなんか痛みに強いっていうか鈍いらしくって、痛いのに。だからなほんまにな、痛みちゃんと感じときよって言われた。感じときよって、ほんまにやばいよ、皆さん感じといてください。指が取れるとか怖い、ほんまに怖いよな、指取れるはやばいね。痛い話もなかなかゾクゾクとくるね、確かに。けども夏場にはいいかも、ゾクゾクなるそうです。え、今も指飛ばしたところ、少し他の指と違って変形してるって。いやー、やばいやばい、それは怖すぎ、やばいでやばいな。ちょっとね、じゃあそろそろ、もう短いんですけど、今日の一日楽しみますね。あっ、聞きたいと思います。栄養ね、夏休みやからゆっくり配信できてたんですけどね、もう学校始まっちゃうので、はい、ね、用意しないといけないので頑張りましょう。はい、頑張って。握手会あかんだよね。でもね、握手会もう終わってて本当に良かったです。そう、片手とかの乗るやん。だけどでも次の握手会までにさすがに乗ってると思うのでね。はい、まず、あ、そうですね、まあ、ちょっとダメはい、待って、なんだっけ、あ、おばさんとお願いします。え、どっちのおばさんですか、アバター、アバターだとも、アバター見せてくれたおばさんですかね、どっち、どっちにしますかね。傷跡残らないといいね。そうだな、だけど、あ、ごめんなさい、でも大丈夫、はい、見えてないからちゃんとね、周りに巻いてるので大丈夫ですよ。でも見えても大丈夫だけど、あ、見せた方で、馬の方分かった、 OK。 え、ちょっとな、まなんだけど、
なんかちょっと想像こんなんやったかなって感じやねんけど、いや想像できてるんですけどね、書かれへんねんな。やっぱでも足の形とか似てるかも。結構ダカダカダーン、こんな感じですね。ブーン、こんな感じです。大きいですか？はい、これですね。そこ持ち方もね、すごい変なんです。親指使えんから。はい、チーズ。ん、ありがとうございます。そう、目だけ笑ったけど、それ以外は足とかめっちゃ似てるよ多分。オッケー、ありがとうございます。それでは壇上へ見たいと思います。はい、13位ゴルさん、ありがとうございます。12位コジーさん、ありがとうございます。11位マボさん、ありがとうございます。10位 FFF さん、ありがとうございます。9位オウミさん、ありがとうございます。8位マユさん、ありがとうございます。7位マキマキちゃん、ありがとうございます。6位コスモライトさん、ありがとうございます。5位鉄メガネさん、ありがとうございます。4位カニさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位コニータン、ありがとうございます。そして1位はブル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 ルン、チャンシモさんでした。ありがとうございました。はい、じゃあね、あの学校に行ってきます。頑張りますね。はい、ありがとうございました。皆さんも頑張ってください。せーの、チャンシモさんにじゃあまた明日会いましょう。またね、ありがとうございました。バイバイ。